どうもなにわ男子です。今ね、今廊下なんですけどね、もう今裏になにわ男子のメンバーがいるんですけども、今回のテーマはですね、最近買おうか悩んでるもの。僕はですね、ドローンが趣味なので、そのドローンのバッテリーを最近買おうか悩んでます。いいでしょ。開けるときにドローンかわいいかわいい。じゃあ次は流星くん。どうも流星くんです。なにわ男子の19歳大西流星です。僕が最近買おうか迷ってるものは、新幹線の車内に売ってるんですけど、新幹線のアイスがすぐ溶けやすく食べれるスプーンが買いたいなと思っております。俺持ってるで。持ってるの？持ってる。あげる。じゃあ帰りに3本買ってもらいたいと思います。ありがとうございます。じゃあ次は大ちゃんお願いします。どうもなにわ男子の西田大吾です。よろしくお願いします。僕が、最近買おうか悩んでいるものはこの「Mステ」さんのポスターです。よろしくお願いします。やったいただきたいと思います。イエイ。じゃあ次はお買い上げいただきます。じゃあ次は高井さん。どうも、高橋恭平です。今私が、買おうか迷っているものは、大きい鏡でございます。なぜかというと、このかっこいい自分がもう一人おるみたいで楽しいよね。はい。次は、長尾健人。はい。どうも、グループ最年少の長尾健人です。僕スニーカー大好きなので、スニーカーの棚買いたいと思います。お願いします。最後は。大橋くん、最後じゃない。続いて大橋くんいきます。どうもなにわ男子のリーダー大橋和也です。僕一番欲しいのは冷却スプレーです。僕汗かきなので皆さんいっぱい振ってください。よろしくお願いします。どうも俺ら慣れてなさすぎてあれじゃキャラちゃう。長いな。素人かそんなんちゃう。最後までこれフル尺で使ってくれるって聞いて。藤原丈一郎です。今買いたいのは皆さんとちょっとかぶってしまうかもしれないんですけど、オリックスバファローズのユニフォームです。はい。ということでなにわ男子 M ステてるので皆さん楽しみにしておいてください。見てね。ミュージックステーション頑張ります。